岩の長谷川正則です。はい、占い師の大石です。お願いします。さあ、本日はですね、旬な人占いということで、新春一発目。そうなんですよ。はい、一発目ですから、はい、本日はですね、なんとゲストとして、はい、生でここに来ていただいております。旬な方。旬な方ですよ。新春の旬って言ったら、はい、染之助染太郎。いや、もしかしたら来るかもしれないねそうでしょう ね、新春といえば、ね、さあ、お呼びいたしましょう。この方です。ゲストどうぞ。アフリカの染之助染太郎です、ね、誰これ、はい、そうですよね、SMA の、ブラックサムライと申します。ウェルカムトゥジャパン。流暢に日本語喋ってるじゃないかいや、嬉しいですよ、呼んでいただいてありがとうございます。一応ね、昨年からの企画で、はい、SMA の芸人さんのね、名前と顔写真のこう一覧を見て、この中からこう気になる人をゲストで呼ぼうじゃないかと。あららら。で、とっても気になっちゃったんで。あ、まあ、でしょうね。呼んでしまいました。え、他は誰なんですか。はい、昨年は、はい、べっこちゃんという。あ、べっこちゃん、はい。あ、知ってますね。知ってます。お二人で。はい、で、横須賀くんがですね、場所をわきまえないででかい声出し上がってですね、この周りからクレームが来たぞっていうですね。はいはいはい。だからあんまりそんな声は張り上げない。あ、わかりました。このくらいで、このくらいで大丈夫ですもんね。お願いします。まずはやっぱりね、本当に顔写真と名前だけで選んでしまいましたので、あ、わかりました。少しブラックサムライさんの、はい、プロフィールというかですね、自己紹介を。あ、リベンジ。あ、わかりました。はい。ノープロブレム、ノープロブレム。ブラックサムライ、本名、竹内豪と申します。はい、そうなんだ。そうです。はい、竹内さん。竹内です。はい。しかも竹内の漢字、竹やぶじゃなくて、武士の武の方なんですよ。おー、もののふ。あー、いい、それいい。そうです。なんか先祖が、僕の先祖が、もともと竹内、竹やぶの竹だったんですけど、うん、その名前が。はい、なんかすごいいいことをして、うん、その、偉い人に名前を変えてもらっ、漢字を変えてもらったらしいんですよ。武士の部の方に。あ、じゃあ武士じゃない人がこう武士に取り立てられたみたいな感じなんですかね。はい、そう聞きました。僕のおじいちゃんみたいな人が。おじいちゃんみたいな人。あ、日本のおじいちゃんですよね。はい、うん、すげえな。でしかも何ゴー。ゴーですね。はい、名前ゴー。長渕剛とかの。ああ、はい、はい、はいはいはい、GO のゴーじゃないの。GO のゴーじゃないです。なんかない。そうそう、郷ひろみとかの、うん、あれでは違います。なっけーというね、はい、竹内豪さん、はい、よろしくお願いします。なんか先生もだけどお聞きしたいこといっぱいありそうですよね。いや、もういっぱいありすぎて、初対面ありすぎて、うん、あ、まあ確かに、ね、そうです、情報が多いのですもんね、はい、そうですよね。え、だってそもそもどこ出身ですか。僕は名古屋出身です。名古屋。名古屋です、はい、名古屋。なんか片手前で通ったんだけど今。そうですね。一言一言返しが面白い。いや、普通のこと言ってるだけです。いやいや、はい、名古屋で生まれて育ちも名古屋。生まれも育ちも、はい、ずっと名古屋。もう天むす味噌カツエビフリアで育ちました。ああ。そうその3点セット。そうなんだ。俺名古屋で駅弁買うときにさ、はい、びっくり味噌カツってのがあってさ。ああ、味噌、はい。うん、弁当箱の半分米で、はい、半分さ、バカでっかい味噌カツがボンってただ入ってるだけっていうね。そう、本当に開けて、あ、びっくりみたいな。そうですね、味噌食べてなんぼっていう感じですね。ほんとそうなんだ、はい、うわー、すっげー。いや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 、また味噌トークしましょう。味噌トーク、味噌トーク。なんかすいません、今あっという間に迫力で押されてもう終わってしまう時間になっちゃった、はい、時間がね。まあ、続きは明日で、また、はい、じっくりとこれからですね、はい、占ってみたいと思いますので、お願いします。楽しみ、また明日、明日も見てください。